で、目立ちたがり屋は他のタイプの子供たちにとっても喜ばしいことだが、アーティザンにとってはそれ以上に喜ばしいことであると。彼らは目立つこと、はい、大きな波紋を呼ぶこと、ホットドッグにするチャンスに飢えており、ま、なんか英語の言い回しなんですかね、はいはい、他の人よりも自分の成果を自慢する傾向が強いと。他のタイプも若いうちは自慢しないわけではないが、アーティザンは大人に立っても自慢し続けることがある、まあ、僕が SP じゃないかもしれない。うちの親父が SP だなと思って。ああなるほどずっと話聞いてると、まあ、大体なんか、まあはい、NT の匂いもありますからね、はいはい、他人を感心させたい、はい、他者に影響を与えたい、はい、うちの親父ですっていう願望がどうやらあるようだと、はいはい、今ここを重視する彼らは毎日、いや一日中楽しまなければならないと、はい、ある意味彼らにとってこの楽しみっていうのは、はい、脅迫観念なのだと、はい、あここが病なんですね、はい、楽しんでなきゃ、はい、楽しくないと意味がないと。つまんないじゃないですか。僕その感覚あんまりないですもんね。あなるほど。淡々と生きていけるあミニマリストでも別に、はいはい、あ好きなことをこう淡々と、なんか刺激を、うちの親父多分典型的な SP な感じがして、はい、楽しそうなことは全部手を出さなきゃいけない。お前も来いってでそれお前も来いで、僕小さい頃から野球やらされたりとか、そういう登山やらされたりとか、はい、まあ、水泳もやらされて、はい、ゴルフとかもなるほど、はい、やらされたりとか、はい、で面白いだろうみたいなこと言われるけどいやきつ、しんどいですよね。そのテンションに巻き込まれるのはちょっとしんどいですね、はい、でそれを他者に影響させたい、はいはい、である意味その他のタイプは目の前の楽しみを後回しにすることがあると。しかし SP、はい、アーティザンは違うと。この日この時間この瞬間、喜びの行動に費やさなければならないと、はい、でそれを彼らはそれを主張し欲求し、親に迷惑をかけることを顧みず親にそれを欲求する、はい、楽しませろと、はい、っていうことですかね。実際彼らが欲しいものを手に入れるために頼りにしているのは、目先の満足を否定することで親に迷惑をかけることなのだ。今を生きる楽しさは予定や将来の計画に注意を払わないっていうことを意味する。なるほど。そのため SP アーティザンの子供は、例えば学校に行く時間を守っているかどうかには無頓着に見えるかもしれないし、着替えや夕食の支度、ゴミ捨て、宿題には注意を促さなければならないかもしれないと。 SP の子供たちが楽しい時間を過ごすっていうのは散らかすっていう意味であると、はい、庭にちょっとでも子供を残しておくとどうしても汚してしまうのだ。また職人は他のタイプに比べ、綺麗な部屋や整然としたクローゼットの欲求が理解しにくいと。綺麗にしろって言われるのが理解しにくいんですね。彼らの整ってる、まあ、なんか使ってんじゃないですか、ずっといつも使ってるから。なるほど、はい、そういう意味です。そういう意味かもしれない、すみません、はい、彼らの部屋はあちこちから集めたおもちゃや服の大切なものがネズミの巣のようにごちゃごちゃになっている可能性が高い。しかし子供たちにとってはそれが思いのままなのだと。楽しさに忙しすぎて、この服をきちんとかけるとか、はい、畳むとか、はい、そこに時間を取りたくないと、はい、そんなくだらないこと、はい、畳むとか、はい、服をかけるとか、そんなくだらないことは、はい、楽しい時間を、その時に楽しい時間が過ごせるのに、はいはいはい、奪われていく、奪われていく、それは時間の無駄だと、はい、そのようなのんきで快楽的な態度はしばしば苛立った親から叱られることになるが、はい、その叱りっていうのは大抵無駄であると、はい、SP の子供たちは早くからそのような叱責に無関心であることを学ぶ、はい、無視してもいいと、はい、この辺は無視してもいい、あんまり思ってなかった。殴られますからね。あ、お父さんも一応そういうのは怒る、怒る、自分もやらないくせに。あんまでもうちの親父は結構几帳面だったんで、
なるほど。こう部屋とか、まあ大人ですしね、はい、ある程度やれることは増えてきますよね、はい、でその今を楽しもうっていう、はい、病っぽくないんですけどね、わかんないですけどね、はい、その今を楽しもうっていう姿勢はアーティザン SP の楽観的な性格が後を押ししてるかもしれないと。これからやろうってしていることが楽しいと確信しているのだ。だからそれを待つことが難しい。はい。はい、まあ病ですよね。そうですよね。はい、はい。片付けられないんですもんね。そうですね、はい。彼らは幸運を感じているようで、強烈な期待を持って次の一手を楽しみにしている。これはウィニングショットになる。はい。素晴らしい乗り物になる。スリリングな跳躍になる。はい。悲観主義者と楽観主義者の双子の男の子の話はこの点をよく表している。毎年クリスマスの日、楽観主義者は自分のプレゼントに良いものを見つけることができず、弟は悪いものを見つけることができない。両親はこれにうんざりし、悲観主義者ががっかりし、楽観主義者が大喜びすることがないようにあらゆる手を尽くした。悲観主義者には金ピカの自転車が贈られ、楽観主義者には馬糞の山だけが贈られた。しかし両親はその意図に背いた。悲観主義者は自転車に油のシミを見つけると抑えきれずに泣き出し、楽観主義者はこのどこかに馬がいるに違いないと嬉しそうに繰り返しながら興奮気味にクソの山を掘っているところを発見される。言ってることは、はい、ごめんなさいね、難しかったですね。でもなんかまあ、まあ、悲観主義な子供は金ピカなものでも、まあ、その喜ばせようと思って金ピカな自転車を送ってどこかになんか悪いところを見つけ て落ち込むみたいな。で楽観主義者には、はい、あんまり楽観ゴミなのに喜んでそれをガーってやってるっていうのを、はいはい、ちょっと上から見てはぁと思ってるってことですね。多分そういう、まあ、そういう風にしようと思っても思い通りにいかないみたいな、いかないよってことですね。はい。あ、危険的なことをするのは NT も近いが、根本的に違うのが SP は演出でやっていて、 NT は本気でいいことと思ってやっている、うん、あ、ここはなんとなく分かる。演出っていうか、あ、演出、そうですね。でも今の説明でいくとも演出ですよね。 SP は俺すごいだろうがやりたくて、はい、危険なことをやらざるを得ない、はいはい、でそれをやることで俺すごいだろうって、はい、演出してんですよね。みんなに披露してる。で NT は、 NT は本当にそれが好きだからやってるみたいなことじゃないですか。考えてね、考えて、まあ、これが楽しいみたいな。だから半分 SP の楽しいは、楽しいことをしないといけない、楽しいことをしてるようにしなければいけないみたいな。これはちょっと病ですよね、はい、っていうレベルって話ですよね。命を落としかねない病ですよね、はい、この、はい、みんながすごいって言わせるレベルにやらなきゃいけない。若いうちなんて、はい、だからつたないうちは披露しないみたいな、すごいって見せられない。やるべきことに全く意識が向かないんですね、っていう病でもありますよね、はい、っていう病ですよね。やるべきことと合致すればいいかもしれないですけどね、はい、そこにすごいって思わせる。あ、そうですね、はい、今を楽しもうよりも楽しまないといけないとかの脅迫に近くなるんですかね。つまんない、 そんなことも思って意識してなさそうですけどね。なんかまあうちの親父はつまんない、はい、何もないとつまんない、つまらんつまらんみたいな、なんかないかみたいな病気ですね病気あ、もうあれやろうかみたいな。休みの日とか、だからうちの親父消防士だったんで、はい、1日働くと2日休みなんですよね。あ、24時間働いて、24時間働いて2日休んで、24時間働いて2日休んで、はい、でたまに週休が入るとこう2日と2日で5連休みたいな感じ、はい、でもうずっと遊びに行ってましたもんね。釣りに行ったりとか、山登りに行ったりとか、ゴルフしたりとか。一人でも、一人でも、あんま一人、誰かを誘って、誰かを誘って、だからまあ友達はいっぱいいました、何かをやる友達。もう今自分は一時期 ESFP だなって思ってた時期もあるんですけど、はいはい、SP 味はもう僕の中に全くありませんね、はいはい、皆さんが親だとすると、はい、SP の子には旅をさせろっていう話ですね、はい、あ、そうじゃないですか。いろんなとこ連れてってあげるといいんじゃないですか。あ、まあ、
そうですね、はい、それかまあ内向な SP の子供が部屋にこもってるんだったら、はい、そっとしておけですよね多分。はい、まあでもなんかいろんな体験じゃないですか。体験 SP なんか話を聞く限り、あ、内向であっても、はい、なんか家で遊べるおもちゃとか、なんかエンジニア的なおもちゃとか、はい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 、経験としてはありがたいけどついていくのが大変そうだと、はい、あ、まあ親がそうだったらそうですね、うん、だからまあ子供がそうだったら逆にそういう経験、いろんな経験、何にハマるか、うんうん、そうですね、分かんないんで、 SP は刺激を求める、まあそんな感じはしますね、はい、楽しいことがあるかもっていう子なんですよね多分。でその刺激をやらざるを得ないって説明でしたよね、はい、そうですね、はい、このまあ俺すごいだろうってまあ、まあ書いてありましたけど、どの子供も目立つっていうことはありがたいことだが、はいはい、SP はよりってことは、はい、より危険なところにチャレンジしてまあ子供の時はそれがかっこいいですしね、はいはい、っていうのをやりたいタイプみたいな感じじゃないですか。っていう子には旅をさせろっていう話でしたね、はいはい、お父さんも子供を楽しませたくて連れ回してたわけですけどね、内向の SP は連れ回してほしいんじゃないですか。逆に僕はそんなに喜ばしいことではなかった。だから僕は SP じゃないのかもしれないっていうところもあるので、はい、あれですけど、子供さんが SP さんだと行ってこいで放牧する感じがいいんでしょうね。はい、勝手に体験してくるかもしれない。あ、そっちの方がね。それでも、はい、でまあ子供だけでは体験できない、はい、ものもいっぱいあるわけじゃないですか。はい、そういうのじゃないですか。でそれが結構僕はきつかったですけどね。あ、釣りとか8時間ボート乗って海の上で、あ、もうヨーヨー、夏7月とかに、あ、もう暑い暑い、はい、でうなぎいっぱい釣ってみたいなあ、でもそれは楽しそうだな、はい、いや、なんかまあ大人になるとなんか、はい、経験としてありだなとか、はい、楽しみは見つけれるんですけど、はい、子供だとどうだったんだろうと思って、はい、という、すいません、今日は SP の子供なので次は SJ の子供ですね、はいはい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ごきげんよう。